ていうんでしたっけ、セフラ、ちょっと忘れちゃった。この生地がねついてるんですよ。まあ綿なんですけどね、そんなに汚れてないんですね。表はすんごく汚れてるのに、こういった裏の布はそこまで汚れてなくて、で袖を外してまあ脇をだいぶ出したんでね、これからやるのは襟の始末と袖をつける、そして完成ですね。はい、木綿の着物のお直しが出来上がりました。お直したところは、雪とですね、あと脇、それと奥身のところも直しました。前幅ですね、奥身もついでに出したっけな、あんまり出なかったと思うけど、そんな感じで襟と袖を外してお直しした感じです。一重なのでまあそれでもやりやすかったかなとは思います。一式当てとかは最初からついてるのをそのままにしています。あと背裏ですかね、背裏って言うんだっけ、あ、肩裏でしたっけちょっと忘れちゃった。なんかペロペロ出てるけど、ペロペロ出てますね。ここ塗ってないんでね、ここだけ塗ってます。あと これはずっと肩まで着てて、肩で押さえてる感じですね。ではこちらを着ていきたいと思います。はい、ということでここまで着付けました。久しぶりに木綿の着物を着たら摩擦がすごくてですね、これとかなかなか回らないっていうね、あ、木綿ってこんな感じだったなとか久しぶりに思い出しました。今日はですね、私が袋帯から作ったこの半幅帯を締めたいと思います。でなんかね、リボンにしたい。あ、そうだそうだ、こうだ。これで、あ、なんかちょっと太鼓風だもん。まだねこの辺が身幅は広くなったんですけれども、この辺が小さいのですごく着にくいです。帯はまあこういった感じです。丈が短いのでついたけできております。本当に久しぶりに木綿の着物を着るとですね、すごく摩擦がすごいっていうか、この下のねベルトタイプの帯板
もうなんか回らないくらいにあの摩擦がすごいんですけどね、帯は意外とあの簡単に回りました。あんまり着物で出かけることはないんですけれども、まあこれからはというかあのこれまでもそうなんですけれども、まあ日々その安い着物を購入しては、解いて洗って、まあ着れるものは着物で幅を出してですね、あのサイズが全然合わないので、着てみたりとか、まあ他に何か作ったりとか、他にもいろいろと絵を描いたり植物を育てたり、いろんな趣味があるので、その辺もちょっとだけ交えながら、まあ自分の日々の日記のような感じであの配信していけたらなと思います。あまりね顔出しとかあまりしたくないので、あんまり得意ではないので、ちょっとこれからはあの少なめになるかもしれませんけど、